私はそれ次のご辞書は来年早々に、もう来年早々に、もう社長こちら、ちょっと塚本大義士に顔をつなぐチャンスですから。すごく矢沢君、わかる？安高です。お久しぶりです。本日はエコノミージャパンの出版記念パーティーにご来場くださいまして、後で誠にありがとうございます。ただいまから出版記念パーティーを開催させていただきます。この間安高さんの夢を見たんです。え？小さい時の夢だけど、私が別荘の林の中で隠れてたら安高さんが一生懸命探してくれてあの頃君はよく隠れてたよ。そう？そうだよ、俺がなかなか見つけられないのを楽しんでたどうして今頃こんな夢を見るのかなって思ってたの。ねえ、不動産鑑定士をやってんだったら俺が親父の後継いで社長になったことは知ってただろう。ええ。どうして連絡してくれなかったんだ。だって私はもう怪盗家とは関係ないもの。この間ね、銀座で君見かけたよ。いつ？先月の末だったかな。私が夢を見たのもちょうどその頃。ええ、そう。すぐに分かりました。私だって。うん、分かった。最後にお会いしたのは私が大学に入った年だったのよ。親父のお葬式の時にね、君に会えるかなって思ってたんだ。ごめんなさい、ちょうどあの頃私イギリスに行ってたんです。ごめんなさい。お父さん亡くなったんだってね。ええ、知らせてくれたらよかったのに。だってもう怪盗家と関係なくなってもう何年も経ってたから。お母さん、四国の実家に帰って今は弟と一緒。ああそう。年取ったでしょ私そんなことないよ来年は30よ。結婚はしてるの？ううん、まだ。そう。安高さんは？いや、俺もまだなんだ。どうして？え？だって日本興和開発の社長さんが独身じゃおかしいわ。そう？そうかなお話いっぱいあるんでしょ？いやいや言われてるけどね。うるさいんだ安高さん、理想が高くって俺はもう一度君に会うまでは結婚はしたくなかったんだよ。探したんだよ君のこと。葛飾のうちから江戸川に移ったまでは分かった。その後は分かんなかったんだ。どうして？何が？どうして私を？いやね、もう一度会いたかった。君に会ってそれから結婚のことも考えようって思ってたんだ。恋人いるの今？ええ。そっかそうだろうな。弟さんは？弟？別荘でよく一緒に遊んでた高行か。いや、あの事件以来うちとは縁が切れてね。親父の容体が悪くなった時に探したんだが結局行方が分かんなかった。そう。おふくろさんが死んでね、その時に6個のうちを引き払ったらしい。それから消息が分かんないんだ。そう。がっかりしたでしょ私に会って。え？
だって子供の頃こんな大きな川だったって思ってて、大人になってから行ってみるとちっぽけなつまらない川だってことよくあるもの。安高さんが私に会いたがってくれてるなんて思いもよらなかったわ。ごめんなさい。いや。どうした？なあ、安いと思わないか？鑑定士の目から見ても。そうね。いいマンションだぜ。お前が結婚して住むんだったら特別に安く譲ってやるって前から言われてたんだ。二人の収入合わせればローンだって楽に払えるしさ。俺は君を幸せにしてみせる。君とだったら幸せになれるって確信してるんだ。いつまでもさ、こうやって会ってたって仕方ないだろ。でもロマンチックでいいわ。金と時間の無駄だよ。社長が病院に運ばれた後でね、俺は君に会いたかった。会いたいのは君だけだと思った。高さんのお気持ちはありがたいんだけど、私結婚するんです。もうお会いしない方がいいと思います。高雪に会うことになってる。え？その時だけ一緒に来てくれないか。三人で会いたいんだ、昔みたいに。それからもう一つ、君を東京まで送らせてくれ。3人でまた会えるとは思わなかったな。このホテルはお前のものなのか。うん、うちの会社のチェーンに入ることが決まったんだ。うちの15番目のホテルだよ。お前に仕事を手伝ってほしいんだよ、高木。そうしてあげて、高木さん。お前がホテルの裏口から出入りする必要なんかないんだよ。俺は今の生活に満足してるよ。俺の人生で今が一番幸せなんだ。
それを邪魔する権利はお前たちにはない。俺は親父のやり方にも親父の築いてきたものにも価値を認めない。俺のことはほっといてくれ。高行さん。矢沢君。